東京都の都道一覧は、日本の東京都を通る都道府県道の一覧である。都道241号を江北高線の終点に、ある都道最南端を示す、看板以下は、特例主要地方道である。以下は、特例都道である。東京都では、1960年1月の淀橋上水上移転に伴う跡地の総合的市街地再開発計画として、 同年6月に副都心を建設しようとする都市計画が決定。都市計画外路として整備されたもので、1968年に主要部が完成した。新宿駅、西口付近の大梅街道と国道20号に挟まれた線上の敷地に4号線と12号線を福音40メートルの幹線として、その他の路線が5番目上に走っており、1号線と11号線は、 地下広場の関係上、高架街路として街路同士が立体交差するように作られている。また、これら福都新街路はすべて旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選ばれている。特例都道176号線と国道246号との交点特例都道の中には第二次世界大戦後に開通した区間もあるが、かつて、 東京市道であった区間も存在する。1943年の東京都政治指に伴い、旧東京市道は、旧東京府道とともに、東京都の管理下に置かれたが、1952年の現行道路法により、特例都道の制度が設けられ、旧東京市道は、特例都道の路線認定を受けたものとみなされた。その後、数度の都道路線の整理により、 旧東京市道の内地先道路等は各特別区の駆動に移管され、主要道路は特例都道として再編された。ありがとうございます。